炎上してるファルコ使いは別の人確かに。なんかスマブラ、まあスマブラ界隈だけじゃないかな。一時期さ、なんかゲームでさ、強さイコール偉さではないみたいな話題がさ、あった気がするんだけどさ。でも実際強いから偉いってわけじゃないと思うし、まあ、それは間違いないんだけど、最近のスマブラ界隈のさ、強さイコール正義感、結構えぐいんだよな、ネット見てると。なんかね、3年前とかこんな感じじゃなかった気がするんだけど、いや、わかんない、俺気のせいなのかな。最近のね、強さイコール正義感が結構えげつないね。なんかネットを見てると。気のせいかもしれんけど。青、好きな。あ、だった。さすがに？はい。まあ、人が増えたっていうのもあるね。名指しでとか、別に誰かを指して言うわけじゃないけど、なんかマジでネットの立ち回り怪しい人とか、ちょっとなんか話題になったりとか、ちょっとレートが高いとかで、めっちゃ話題に上がってきたりとか、ツイッターのフォロワーめっちゃ伸びたりとか、する人多いなって最近思う。いいことでもあるんだけど。そう、界隈、ま、人口が増えすぎたのかね。ちょっとも言ってたけど、アコーラビアの配信伸びてほしい。アコーラさんとミヤさん、あんま確かに配信してるイメージなかったけど、してんだ、むしろ。もう全然知らんわ。まあ、伸びてほしいっていうのは、もう、でも、宣伝するしかないでしょ。彼らレベルのプレイヤーなら、見てくれる人はいるだろうから。ちゃんと宣伝するしかないでしょ。いい企業も捕まえてるわけですから。でも、おつなべさんの話はちなみにどうでもいいです。そう、興味ないです。はい、どうぞ。炎上商法みたいなやつってね、実際かなり賢いよ。いや、あいさん死んだんだけど。でかすぎね、君。推しの子見てないっすね。1話がね、かなり評判が良かったというお話は聞いてますね。推しの子なぁ。見てないなぁ。松田さんはプロになるつもりはないらしいけど、何も背負わない人間が会話に物申してるのは気持ち悪いですよね。どうなんだろうね。俺はね、
まあ、物申すこと自体が悪いとは言わないしけど、まあ、強いて言うならね。俺はね、結構ね、そういう議論を交わしたりするのは、俺結構嫌いじゃないから、まあ、別にその、いいと思うけどね。そのみんながあんまり言わないようなことを、まあ、対すると、発信するのは、まあ俺は、まあそんな嫌いじゃないけど、まあただまあ強いて言うなら、もう完全に個人的な意見なんであれなんですけど、強いて言うのであれば、ツイッターっていうね、狭いインターネットの世界で、長ったらしく、ぺちゃくちゃ言って、抗議してるの、きついっす、普通に。うん。ぶっちゃけ。みんな思ってる人いるかもしれないけど。な、別に内容がどうとかじゃなくて、なんかもう大の大人がツイッターでなんか、長ったらしく言ってんの、もうきつないよ、その時点で。今作、なんかでかいキャラのでかさまじ増したよね。痛い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 。セフィロスとかやったらワンチャン寝るんか。相当人型の中でもビッグやから、縦は。横はあれやから。死ぬ死ぬ。あ、危ない危ない。もう違う。あ、ぜぜぜぜぜぜ。リアルだと高身長は強みだったさ。もう高身長ね。高身長ってマジ才能だからな。はぁ、あ。高身長マジ才能だからな。はぁ、あ、って感じだわ。本当に。マジで大谷翔平の身長が190センチあることに世界の不条理を感じるわ。神バカ。神バカじゃん。なんであんなにさ、すげえやつに身長も与えんの？天は二物を与えないんじゃなかったのか。なあ。やっぱ俺の身長が低いのは、まあ俺結構ね、正直、俺の人生、まあそこそこ運がいいと思っているから、やっぱこうやってプロゲーマーになれたのはね、半分運ですから。周りにもね、いい人間に恵まれておるし、まあまあと、いった感じですから、まあ身長ぐらいはやってもええかなっていう、ね、感じなんですけど。